子どものやる気を引き出すにはどうすればいいですか。子どものやる気を引き出すにはどうすればいいですか。こんな答え方をしていいんですかね。まあいいでしょう、今日はそういうメンバーだから。子どものやる気が出ないのは簡単な理由があるんですよ。周りがやる気になってない。誰もやる気を見せてない。だからやる気が何なのかがわからない、はい、よくやる気出せとか根性見せろとか言いますけど、子供は分かりません。根性って何ですかって、だいたい根性って見たことないのに、根性見せろって何を、どこにあんの根性みたいなね。やる気も何がやる気なのかが分からない。大人が教えませんから、やる気ってこんな状態よっていうのを説明しませんから。がむしゃらにやるとかね、意味がわからない、子供にとって意味がわからない言葉です。このやる気とか根性とかがむしゃらとかいう言葉はわからない、子供にとって誰も教えてないから。いや、もっと言えば幸せとか夢とか子供にとってはわからない言葉です。誰も教えてないからね。どんなにくっつけてもこうなるんです。だから今これで喜んでるんですよ、神様が。だからもう好きにさせてあげてください、もう、はい、それでいい。もうどんなにやってもこうなるんです。子供よりもまず自分でしょう。親にとってね、子供は夢そのものですよ。ね、子供は未来そのものですわ。だから頑張ってほしい。でも考えりゃおかしいですよね。なんで子供は夢やって思ってるのに、その夢を鍛えるんですかね。夢を鍛えたって意味ないでしょ。鍛えるのはいつも自分ですよ。あ、神様が激しく同意したみたいですね。夢を鍛えてもダメでしょ、自分鍛えなきゃね。子供のやる気を出すにはどうすればいいかって、ね、自分がやる気を持って生きることでしょ。あ、親がやる気出したら分かりますから、やる気は続かないんだっていうのが。これが分からないのに、やる気出せやる気出せって言ってるから潰れていきますよ、子供は。やる気を出したら必ず休みがいるっちゅうことが分かりますわ。これがね、やる気を出してないから休みを与えないんです。誰もやってないんです。だから全力で走ったら絶対休憩がいるっちゅうのは頭では分かってるんですけど、頭で分かってるだけで誰も全力で走ってないから分からないですよ。もっと走れとか言うんですよね。私4000人以上の子供を見てきましたけど、子供はやった通りにしか動きません、はい、子供は言った通りになんか動きません。自分がやった通りにしか動きません。たくさんの家庭訪問を私しましたけど、子供が元気でのびのび、やってる家庭と、子供がシューンってして元気がねえなっていう家庭がありますわ。皆さんの家、家庭訪問したわけじゃないので分かりませんけど、私が家庭訪問した家ではそんな家がありました。ほんでその元気にのびのび、なんちゅうのかな、子供らしく健やかに育ってる子供って、親からどんな言葉かけをされてるか分かります？どんな言葉かけやどんなサポートをしたらそんな子供らしくのびのび健やかに育つかって考えたことありますか？聞いたんですよ。どんな風にすればこんな風な子供になるんですかつって、でめっちゃ意外な答えが返ってきたんですよね。あ、それが分かるためにはその反対の人たちが何やってるのかっていうのを教えた方が早いですね。その子供がシューンってしてもう全然元気がねえなっていう人、親御さんが何をやってるのか。あ、この人たちは必ず私に対するその喋り方が必ず同じなんですよ。先生、うちの子は全然勉強せんのです家でって。
ほんで勉強どころか手伝いもしませんっつって、家に帰ってきたらすぐゴロってテレビの前でゴロ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 してるし、飯食えちゅうても食やせん、風呂入れちゅうても入りもせん、いつまでも起きてるしって、朝はいつまでも寝てるし、もうとにかくね何にもぐうたらなんですこの子はって、先生なんとかなりませんかっていう人たちの子供はみんなシュンです。でも伸び伸び子供らしくやってる家の親御さんは何やってるかって言ったら、勉強しなさいとかお風呂入りなさいとか早くご飯食べなさいとかそんなこと一切言わない。一切言わないとどうなるかって言ったら、言ってる子たちよりもはるかにちゃんとできてるんですよね。不思議なもんですよね。これやんなさいあれやんなさいって言うと、どん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 子どもの良さを奪っていく。やんなさいなんて言う必要ない。だいたいなんでやらなきゃいけないんですかね。私これにね答えた親今まで出会ったことがないんですよ。なんで早く起きないといけないですかね。なんで早く寝ないといけないんです。なんで早くお風呂に入らないといけないのか。なんで歯を磨かないといけないのか。でなんで勉強しなきゃいけないのか。いやもっと言えばなんで学校に行かないといけないのかに答えてくれた親がいない。いや答えてくれた先生もいませんけど、なんでなんでしょうね。じゃあそれ全部、もしなかったら子供がダメになってしまうのか。早く歯を磨かなかったり、お風呂に入らなかったり、ね、いつまでもご飯食べんかったり、学校にも行かんかったり、宿題もせんかったらダメな人間になってしまうのかっていうと、そんなことはないんですよね。なんで自分たちはそんなことを言ってしまうんやろうか。で親が考える時間が必要ですよね。どこから話しましょうかね。子供が生まれてきた時に親御さんはみんな思う、まあみんなって言ったら語弊がありますね、そのこの子のためなら死ねるって思えるんですよね。まあ、それが親だろうなって思うんですけど、いやだからって本当に死ぬわけじゃないですよ。そういう気持ちで、自分はこの子を守るっていう気持ちになってる。その気持ち忘れなかったら子育ての苦労なんて絶対ないのに、ね、その気持ちを忘れなければ子育てでトラブルになることなんて絶対ないのに。3歳ぐらいまでは親にとって子供は全てなんですよ。この子を全力で守るって思ってる。ところが3歳を超えるとどうなるかって言ったら、他の子供が目に入ってくるんですよ。隣の誰々ちゃんはなんかかけっこが早いわねとか、隣の誰々ちゃんはなんか一人でパジャマ着れるようになったわよとか、なんか隣の誰々ちゃんは早起きやわって勉強もできるわみたいなのがどん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 入ってくるんですよね。自分の子供だけやったのに。そしてやらなくてもいい比べ合いが始まるんですよ。あんたも頑張れできるんやからやんなさいってなるわけですよね。子供の問題って簡単ですよ。どっちを取るかなんですよ。子供の問題ってもうシンプルです。子供か世間体かどっちかなんです。これのどっちかで迷ってるんですよ。子育ての問題全部子供か世間体かの狭間で揺れ動いてるんです。だからバカになれちゅうんですよ。それが親バカでしょ。どんな時にも子供を取るのが親バカでしょ。胸張って親バカになりゃいいのに。でも反対、世間体を取ってる親のことなんていうか知ってますか。それをバカ親ちゅうんですよ。こんなブラックなこと言っていいんですかね言っていいんですかね。たまにはいいですかね。親バカになるかバカ親になるか自分で決めなさいよ。私らは親から育てられてるでしょ。まあ親っていうか大人から育てられてますわな。でそうやってここまで来ましたね。でいざ子供ができて子育てをする場になると、自分が育てられたように育てていくんですよ、無意識のうちにね。でも子供の頃に思ったことありませんか。こういうことは自分の子供には絶対しないって思ってたことだってありませんか。これは辛い、こんなことを子供には絶対させたくないって思ってたことってありませんか。
私が親になったらね、子供は伸び伸びと育てようとか、そんなこと思ってる親御さんっていっぱいいらっしゃって、子育てのバトン中のがあるんです。いっぱいバトンもらいます。でその中には子供に渡していいバトンと、これ渡すわけにいかねえなっちゅうバトンがあるんですよ。渡さなくていいバトンは捨てなさいよ、その場で。渡していいバトンだけ渡しちゃえのに、なんで渡しちゃいけないバトンも渡すんですか。それが早く勉強しなさいとかね、ご飯食べなさいとか、そういったもろもろのことでしょ。渡しちゃいけないバトンって世間体のバトンなんですよ全部。そこ捨てなさいよそこで。いやいや、もっと言えば自分で止めなさいよそこで。そしたらこの子供が、その子供の子供に受け取ったバトンを気持ちよく渡せるじゃないですか。そしたらその後ずっと私が選んで残したバトンだけ渡っていくことになるんですよ。もう自分のところで止めりゃいいじゃないですか。このバトンはもう自分の代で終わりって決めりゃいいじゃないですか。そしたらこの後のみんなの救世主になりますよ、一族から。みんな感謝します。あの時止めてくれてありがとうってね。人間関係だってそうでしょ。自分が人間関係でされて嫌だったことは人にしないって決める、ね、人にバトンを投げ返さない、ね、投げつけられたバトンを投げ返す人がいるんですけど、そんなことをやったって何にもならない。投げ返した瞬間は気持ちがいいですよ、ね、バチーって当たってカーってきて、それをものすごい勢いで投げて相手にここにカーンって当たったら、ざまみろって一瞬だけ思いますわな。だから一瞬だけ幸せになりたかったら投げ返しなさいよ。でも一生幸せになりたかったら許しなさいよ。簡単なことじゃないですか、ね、投げつけられたバトン、よかった、自分のところに来て、これはもう絶対に世に出さないって自分でしまっとけばいいですか。そうすると自分の人としての器がものすごい勢いで大きくなってきますから、このバトンが自分の器をめっちゃ大きくしてくれますから。そしたら挙句の果てにはそのバトンを投げつけた人にありがとうって言える日がやってくるんですよ。それが一生の幸せですよね。